まず本事業の目的とスキームについてご説明いたします。公募要領にも記載しておりますが、本事業は補助事業者の皆様が事業を実施する地域で複数の地域企業を束ね、地方公共団体、金融機関、教育機関、業界団体、経営支援機関等と連携し、地域の企業群を一体として将来の経営戦略実現を担う人材等の確保及び域内でのキャリアステップの構築等を行う地域の人事部の取り組みを支援することで、地域において当該取り組みが自立・継続し、地域企業群にとって必要な人材の獲得・育成・定着を促進することを目的としています。また本事業はスキーム図の通り、補助事業者が事業を実施する際には取り組みを実施する地域の地方公共団体、道府県、市町村と連携するだけでなく、地域金融機関、経営支援機関、業界団体、教育機関等と連携しながら人材の獲得、人材育成、キャリア支援などのサービスを提供し、地域企業の人材確保に向けて地域一体で取り組んでいただくスキームとなっております。続いて補助事業の事業区分のご説明をいたします。本事業は事業区分が2つに分かれています。地域企業が抱える課題を踏まえて事業区分を選択してください。今年度の事業区分には A 一般枠と B 働き方改革推進枠の2つがございます。 A 一般枠には事業を実施する地域において地域企業に対し経営戦略、人材戦略を踏まえた人材獲得、人材育成、キャリア支援といった施策の実施をしていただく事業が該当します。 B 働き方改革推進枠は公示する補助事業者の要件を満たす事業者が中心となり、生産性向上や業務効率化、魅力ある職場づくりなどの働き方改革の推進をしながら、 A 一般枠と同様に事業を実施する地域において地域企業に対し経営戦略、人材戦略を踏まえた人材獲得、人材育成、キャリア支援といった施策の実施をしていただく事業が該当します。続いて補助事業の要件についてご説明いたします。本事業における補助事業者は下記の要件を満たしつつ、事業終了後も同地においての取り組みを自立・継続していく意思のある民間事業者等で、要件に該当する民間事業者等が連名で申請することも可能です。画面には補助事業者の要件をまとめた表を表示しております。 A 一般枠は中堅・中小企業に該当する法人で常時雇用する従業社員数が2000名以下の企業と、中小企業基本法で定める中小企業者と、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、特定非営利活動法人、商工会、商工会議所等の経営支援機関、地方銀行、信用金庫、信用組合、組合が該当します。黄色のマーカーの箇所が令和5年度から変更となっている箇所です。続いて B 働き方改革推進枠については、先ほどご説明した A 一般枠の要件を満たしている事業者のうち、働き方改革に取り組んでいる地域未来牽引企業、または地域経済牽引事業計画、もしくは連携支援計画の承認事業者とします。なお B 働き方改革推進枠では、
A 一般枠の要件を満たす民間事業者等が幹事となり、地域未来牽引企業または地域経済牽引事業計画もしくは連携支援計画の承認事業者との連名申請も可能です。ただし連名申請の場合は地域未来牽引企業等が事業の中で中心的な役割を果たすことが分かるように事業計画書に役割分担などをご記載いただき、実態の伴った連携体であることが必要です。次に本事業においての補助事業者の除外要件についてご説明します。公募要領 3-2 補助事業者の除外要件に記載している通り、スライドに表示している項目のいずれかに該当する事業者は本事業の補助事業者から除外いたしますのでご了承ください。次に公募要領 4-1 補助対象事業の要件について説明いたします。本事業は公募要領に記載しております1から4の要件をすべて満たす事業とします。1、補助対象となる民間事業者等が首都圏を除く地域に該当する単独または複数の道府県市町村において取り組みを行う事業とします。2、補助対象となる民間事業者等が必要な人材の獲得育成定着を目指す地域に所在する企業等を束ねて人材確保等にかかるサービス提供等の取り組みを行う事業とします。3、補助対象となる民間事業者等が地方公共団体及び経営支援機関地域金融機関教育機関経済団体業界団体等と連携しつつ地域ぐるみで必要な人材の獲得、育成、定着を目指す地域企業に対して人材確保等にかかるサービス提供等の取り組みを行う事業とします。4、補助対象となる民間事業者等が事業終了後も1の地域において当該取り組みを自立継続していくことを目指す事業とします。次に公募要領にも記載している本事業の要件イメージについてご説明いたします。皆様にご申請いただく事業のポイントは本図の通りで、まず共通事項として道府県市町村単位で地方公共団体との連携関係が必須となります。サービスを提供するエリアが首都圏以外の地域であること、こちらは A 一般枠 B 働き方改革推進枠ともに必須となります。本項目については補助事業者自身の所在を問うものではございません。また首都圏に該当する都市一覧については公募要領の参考首都圏に該当する都市一覧に記載しておりますのでご確認ください。次に共通事項の2つ目です。ご申請いただく段階で事業終了後の持続運営に向けたロードマップアクションプランを策定し取り組んでいただくことが必要となります。ご提出いただく事業計画書には中長期的な収支計画やロードマップアクションプランの実現に向けた具体的な取り組みについてもご記載ください。続いて支援サービスについてです。公募要領に記載している通り、本事業は地域企業に対して1、人材獲得支援2、人材育成支援
括弧3、キャリア支援にかかるサービスが主な内容であり、こちらも A 一般枠、 B 働き方改革推進枠ともに必須となります。 A 一般枠に新規で申請いただく場合及び令和4年度5年度事業において非採択の事業者については、人材獲得、人材育成、キャリア支援のいずれかのうち1つ以上を選択し、地域で取り組みする事業が対象となります。令和4年度5年度事業の採択事業者については、人材獲得、人材育成、キャリア支援から2つ以上を選択して取り組んでいただく、または複数の地方公共団体と連携をして取り組む事業が対象となります。続いて B 働き方改革推進枠については、申請いただく際に何らかの働き方改革推進の取り組みを行っている事業者である必要があります。また事業期間中には、例えば働き方改革に向けた研修やワークショップの実施、業務マニュアルの作成、柔軟な働き方やキャリア構築しやすい人事制度の構築など、生産性向上や業務効率化、魅力ある職場づくりなどで地域企業の人材確保等につながる働き方改革の推進に取り組みながら、人材確保、人材育成、キャリア支援のいずれかのうち1つ以上を選択し、地域で取り組む事業が対象となります。続いて補助対象経費についてご説明いたします。事業区分ごとに補助率、補助上限額は記載の通りです。 A 一般枠の補助率は2分の1以内で、補助上限額は1000万円です。また B 働き方改革推進枠の補助率は3分の2以内で、補助上限額は1300万円となり、採択件数は A、B 合わせて30件程度を予定していますが、申請、採択状況によって件数は変動する場合もあります。続いて補助対象経費の経費区分についてご説明いたします。本事業における補助対象経費は、事業実施期間内に支払う人件費や委託・外注費等のうち、本事業のために使用されることが特定・確認できる経費です。ご注意いただきたい点は、交付決定日よりも前に発注通した場合や、事業実施期間を過ぎてから支払い、引き落とし等を行った場合は、補助対象経費として認められません。また、人件費の計上の際には、健康保険等級を適用した人件費単価と、補助事業に直接従事した時間数をかける計算で計上することが可能です。こちらの単価の算出方法については、経済産業省ホームページに掲載されている事務処理マニュアル内の補助事業事務処理マニュアルと等級単価一覧表等を参照いただき、適切な単価を適用するようお願いいたします。続いて経常負荷の経費についてのご説明をいたします。先ほども申し上げましたが、交付決定日前の発注・購入・契約等を実施したものにかかる経費や、事業実施期間を過ぎてから支払い・引き落とし等を行った場合は、補助対象経費として認められませんので、ご注意ください。通常の事業活動のための経費等は補助対象経費とならないため、十分にご注意ください。またその他でも
補助対象外となる経費がありますので、詳細は公募要領 5-2 補助対象経費全般にかかる留意事項を必ずご確認ください。続いて本事業のスケジュールについてご説明させていただきます。現在公募期間中であり、公募期間は5月31日金曜17時までとなります。その後審査委員会による審査を経て採択事業を決定します。採択通知は6月下旬を予定しており、その後採択事業者の皆様には事務局宛てに交付申請書を作成しご提出いただきます。申請書がすべて問題なければ交付決定通知を発行しますので、交付決定日からが補助事業の実施期間となり、経費の計上が可能となります。補助事業実施期間は最大で2025年2月14日金曜までとなります。事業完了後には実績報告書をご提出いただき、2月下旬には成果報告会での成果発表や使用した補助対象経費についての確定検査を行った後、認められた補助金をお支払いいたします。また経費の支出に関しては中間検査と事業期間中にも商標類の確認をさせていただきますので、本事業で支出した経費については随時商標類の整理をお願いいたします。なお中間検査等の実施期間や実施方法については改めてご案内をいたします。続いて申請手続きについてのご説明です。 J グランツまたは本事業の公式ウェブサイトより各申請様式をダウンロードいただき、期日までに提出してください。申請については J グランツまたは電子メールで受付をいたします。また J グランツの利用申請には2、3週間程度時間がかかりますので、余裕を持ったお手続きをお願いします。画面上には提出書類の一覧として1から13を記載しておりますが、必須のものと任意または該当する場合必須のものがございますので、公募要領 8-4 申請書類を必ずご確認ください。続いて審査の観点についてご説明いたします。皆様からご申請いただいた内容は外部有識者により構成される審査委員会において審査を行います。公募要領 9-1 審査方法に記載の審査の観点をよくご確認の上、事業計画書等の申請書類を作成してください。続いて審査の加点項目についてご説明いたします。審査において必ず満たすべき項目に加え、加点対象となる項目があります。加点項目に該当する取り組みを行う場合は申請書類の記載内容に反映させてください。加点項目の内容については公募要領 4-1 補助対象事業の要件に記載されておりますので、こちらもご確認いただき申請時の参考にしてください。参考にリンク集お問い合わせ先についてまとめております。本事業の公式ウェブサイトに関しては記載の通りです。また申請時に必要な J グランツ G ビズ ID についてもリンク先および問い合わせ先を記載しております。それぞれのウェブサイトをご確認いただきますようお願いいたします。以上で補助事業に関する説明を終了させていただきます。皆様からのご申請をお待ちしております。